ロシア連邦大統領、メドベージェフとト,トカチョフの会談アレクサンドルニコライビチ、トカチョフは、ロシアの政治家。クラスのダール地方知事を経て、2015年から、ロシア連邦農業大臣。クラスのダール地方、ビセリキ出身。1983年、クバン高等技術専門学校を卒業する。地元の資料工場に技師として就職し、主任技師を経て、 1986年ビセリキ地区党委員会第一初期になる。1990年ビセリキ資料工場支配人に選出される。1993年同工場が民営化に伴い株式会社アグロコムプレクスになると同社社長となる。1994年クラスのダール地方議会議員を経て、1995年ロシア連邦議会。 会員国家会議大議員に選出された。この間、会員の常任委員長や区番農業、共同組合長などを歴任する。2000年経済学博士号取得。同年12月3日、クラスのダール地方行政長官に就任する。2004年3月14日、再選。英国、フィナンシャルタイムズ紙は、この時期、ドカチョフを、 ウラジーミル・プーチンの最も忠実な副心の一人と紹介している。クラスのダール知事としては、クラスのダール地方とウクライナの間にあるケルチ海峡の全域にダムを建設することを主張した。また不法入国者に対する強硬姿勢でも知られた。2015年4月22日、ニコライ・ヒョードロフの公認として農業大臣に任命された。新農業大臣に、 アレクサンドルト・トカチョフが任命される。北海道基船漁業共同組合連合会。2015年6月14日閲覧。ジャック・ファーキー、ウラジミール・プーチン・プリディクツ・ロシアン、リバンド・ツー・テイク・ニー・イヤーズ。フィート・ドット・コム。2014年12月19日閲覧。ありがとうございます。